にちは、こんばんは、おはようございます。グチーヌの部屋へようこそ。今日はあなたにふさわしい金運アップの方法というのを見ていきましょう。人によって天下回る風車じゃなくて、あの金運アップといっても、なんかあの人との縁を大事にすると金運アップしますよとか、あの過去を手放すと金運アップしますよとか、人によって違うと思うので、鳥タロット、猫タロット、スターエターナルズタロットの中から、選んでくださいね、っていう形で、まずは鳥タロットを選んだ人、鳥タロットを選んだ人の、鳥タロットを選んだ人の金運アップはどんなことに意識をすると金運アップになりますか？それは人に優しくすることですか？それともお金をたくさん考えることですか？残業をたくさんすることですか？上司と仲良くすることですか？人によって違います。さて、トリタロットを選んだ人はどんなことを心がけると金銀財宝パ金銀パールプレゼントになってくるでしょうか？はい、では鳥タロットを選んだ人、どんなことを心がけると金運アップにつながるでしょうか。まず1枚目なのがエンパラーが出たので、鳥タロットを選んだ人っていうのは、あの石原都知事とか、あの Going My Way とか、ちょっとあの人と人との関わりが苦手な人なのかな。で、今を見ていくと、ここで教皇のカードが出ているので、人との関わりが苦手なんだけど、人に教えるような仕事をしている、学校の先生かもしれないし、新人教育の先生かもしれないし、まあ、部下に教えなきゃいけないのかもしれないし、エンドユーザーに教える仕事かもしれない。で、その中でページオブソードになってくるので、まあ一生懸命頑張ってるところがありますよね。はい。ではそんな鳥タロットを選んだ人に対するキーワードは、いいじゃないですか、ペンタクルの10なので、ペンタクルの10ってもうあなたはあの衣食住足りてますよね足りてますよね。そんなにお金ないって言ってますけど、全世界にはあの住む家がない人とか、食べるものがない人がたくさんいる中で、あなたはちゃんと屋根のついた家に住んで、ちゃんとご飯食べれてますよねっていう感じですね。で、キーワードがエース・オブ・ペンタクル。毎回でもその中であなたはもっと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 お金が欲しいってなってるんですね。で、あなた自身は、ワンドの4なので、
やっぱりなんだろう、このワンドの4、なんだろう、今普通にあの衣食住に衣食住できるんだけど、さらに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 お金持ちになりたいっていう感じになってるんだね。で最終結果が、あのソードの銃、ソードの銃なので、この場合はね、トリタロットを選んだ人は今あの屋根のついた家に住んでちゃんとご飯が食べれてる、その世界の中でそれがどんなに恵まれていることなのかっていうのを実感すると、あのお金のありがたさとか現状の豊かさに気づくことができるんですけど、そんなんじゃなくて、もっともっともっと、なんだろう、左内輪で何もしないでお金がザクザク入ってきてっていうようなのを目指してしまうと、行き着く先がこのソードの銃になってしまうので、トリタロットを選んだ人はもう今のね、屋根のついてご飯が食べられるっていう幸せをどれだけ世界の中では恵まれていることなんだっていうね、ことを実感して いくと、さらにお金さんはあなたに微笑みかけるですけども、まだまだ足りない足りない、もっとお金欲しいってなってしまうと、そこから得られるのはソードの銃になるので、いろんなものを手放していかないといけないっていう状況になりますよね、無理な投資をしてしまったり、無理なギャンブルをしてしまったりとか、そんな形ね。では猫タロットを選んだ人、猫タロットを選んだ人はどんな金運アップの方法がありますかっていうのを見ていきましょう。個人的に猫タロット結構ね、猫をモチーフにしたタロットって結構いっぱいあるんだけど、この猫タロットは結構個人的に好きですね、絵がね。今ね、外急に夏なので雷鳴り出して、でも雨は降ってないんですよ。遠くでは大雨なんでしょうね。今年の夏は暑くて、もう昭和の夏からは考えられないくらいの暑さですよ。私は小学校の時なんかまだエアコンない家がありましたからね、友達の家には。今の今年の夏なんかエアコンない家なんか多分熱中症で大変なことになるでしょ。だって夜中も28度とか29度ですからね、外気温が。ってことは家の中30度超えてるってことですからね。はい、じゃあ猫タロットを選んだ人が金運をアップさせるためには、まず最初はソードの4なので、この猫タロットを選んだ人は金運が上がるといいなくらいで、トリタロットの人みたいにがっつくしてないね。で今エースオブワンドなので、なんか宝くじとか当たったらいいなくらいね、がっつり仕事をしてお金を稼ぎたいなっていうよりも、なんか棚からボタモチ降ってこないかなっていう感じでいる感じがしますね。で次がナイトオブワンズになってくるので、なんだろう、エースオブワンズの後にワン
あのナイト・オブ・ワンズなので、なんかいいアイディアがあって急にお金持ちになりたいなみたいな感じなのかな。でキーワードが、ペンタクルの6、ペンタクルの6なので、うん、成功したいんだね。でもこのカードの並びを見る限りはエース・オブ・ワンズの後にナイト・オブ・ワンズなので成功しそうですよなんか、うん。で、周りから見たあなたはすごいね、コートカードばっかりだね。クイーン・オブ・ソード、クイーン・オブ・ソードなので、うん、クイーン・オブ・ソードになってくると、もう本当なんだろう、資産運用とか得意そうですよね。で、あなた自身はどうかっていうと、ここでね、テン・オブ・ペンタクルになってくるので、本当にアバンダンスになりたい。でもこれなんか成功しそうですよ。最終結果、だから最終結果がザ・ハングドマンなので、難しいな、どう 見るんだろう。あの武士は食わねえど爪楊枝っていう感じで一生懸命頑張ってる人なんだね。で、おすん、おすん、おすんも武士は食わねえど爪楊枝っていう感じで、もうでっち奉公から始まったけど、最終的には稲毛屋の店長というか稲毛屋のオーナーにまで出世していましたっていう感じで、この猫太郎と選んだ人っていうのは、なんだろう、自営業とかそういう自分のアイディアとか自分の才能を発揮して、でその事業が成功して最終的には大金持ちになっていく感じになってくるので、猫タロットを選んだ人はアイディアとかをもう3次元に、現実化というか実現するという方向性でやっていくと成功しますよっていう感じですね。なんか、うん、ね、鳥タロットの時みたいに、あなた屋根のついた家でちゃんとご飯食べてるんだからっていうのが出たったらどうしようかと思っちゃったけど、猫タロットを選んだ人はちゃんとそのあなたの中にあるアイディアを3次元に具現化していけば成功しますよっていう感じですね。では最後、スターエターナルタロットを選んだ人がお金持ちになるにはどうしたらいいんだべか、どうしたらいいんだべかっていう感じですね。すごい雷の音が鳴ってんのにさ、こっから見える空は青空なんだよ。夏だね。だから多分大雨降られてる人もいるんだろうね、こっから10キロくらい離れたところでは。では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 、はい、スターエターナルズタロットを選んだ人が金運アップするのにはどうしたらいいのか、だからまず最初にユニバースが出たので、
伝えたナズタロットを選んだ人は宇宙とつながるっていうのをまず意識してみて、その後、ナイトルカップルになってくるので、あなたの周り、もしくはあなたの知り合いの中の繊細なおじさまとの縁をつなぐ。例えばアースキーパー福地犬の講座に通うとかはい。で、最終的、その後はここが、ワンドの9のストリングスになると、そうするとあなたの中にパワーが満ち満ちてきますよ、ね、例えばね、アースキーパー福チーヌのところの講座に通うとか、開運サロンユニバの道場に通うとか、ね、で、キーワードは、キーワードがワンドの3なので、キーワードは、まあ、あなたはいろいろ道があるけど、これからスピリチュアルな方向で開いて、才能を開くんじゃないみたいな感じで、あなたはまだまだ仮面をかぶっているけれども、その仮面を脱いだ時にあなたの本領が発揮されますよっていうのと、で、あなたはもう本当成功が約束されてますよ。で、最終結果を見ると、最終結果が エンプレスのカードになってくるので、あなたのスピリチュアル、宇宙とつながってスピリチュアルになって、女性性っていうのは受け取る、受け入れる、吸収する、だからスピリチュアルな物事をすごく吸収することによって、あなたはこれからどんどん開いていって、いわゆる覚醒していくことによって、それでね、スピリチュアルのセッションをやってもいいし、スピリチュアル以外のビジネスにスピリチュアル能力を使ってやっていってもいいと思うんですけれども、あなたはもうこれから宇宙とつながって開花していく、開発されていきますよっていう感じです。はい、以上ですね。結局トリタロットを選んだ人は今の幸せっていうのをもうちょっと感じてみてください。で、猫タロットはあなたのアイデアを実現化することによってあなたには成功しますよ。で、スターエターナーズタロットを選んだ人は潜在的にスピリチュアル能力が高いので、アースキーパー福チーヌさんのところとか、開運サロンユニワさんのところに通ってあなたのスピリチュアル能力を開花させることによってあなたは金運がアップしますよという子たちでした。以上でっちゅー。